オッケー。もうこの場ですぐ仕上げてくれる感じ？一丁上がり。早っ。皆さん、こんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2023年1月8日日曜日の午後0時49分です。今日は特にお知らせはありません。また新しい1週間が始まりますので、皆さんそれぞれが良い1週間を過ごせますように。それでは。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。さてさて。あ、そっか、そういえばこんなの設置したっけな。あ、挨拶交わし夜。何か買い物した帰り？あれ？君とお話しするのは久しぶりだっけ？じゃあ昨日僕がいっぱいおしゃべりしてたのは夢の中の君だったのか、弟子。そんなに久々でもなくない？一週間ぐらい？まあお久しぶり。何度か見かけた気もするんだけど、用がないと意外と話さないものね。私の方は特に用事がなくても気軽に話しかけてくれていいのよ、だってば。了解しました。気軽に気軽に。さあ、それじゃあとりあえず、お、薪を集めてるのかい？アイラじゃないか。姿は見かけてたけど、面と向かって喋るのは久しぶりな気がするよ。まさかあんた、うちに声かけるの遠慮してんじゃないだろうね。このうちがおしゃべり嫌いに見えるかい？見えないだろ？だってね。まあ見えないけども。そんな風には全く見えないけども。今日は何の変哲もない日常ですね。誰も訪ねてきてないし。久々にあれだな、パニーさんの島の方にも行こうかな。てかカットリーヌはもうすべて終えたということなんだね、練習を。アイラさん、しばらくお話できなかったですね。今日は話しかけてくださってありがとうございました。なんだかほっとしましたよ。それはそれはよかった。おう、まあ、久々にね、何かしらいいものがあったりとかするかもしれんし。こっちか。向かいましょう。OK、到着しました。私はここでスタンバイしてますから、お帰りの際声をかけてください。 OK でーす。さあ、それじゃあ、あのね、海蔵くんにもいろいろやってもらいたいんだ。あら、いらっしゃい。リメイクの依頼ならカー君に相談してね。よう、リメイクしようか？してほしいかな。おう、任せろ。で、どれをオーダーするんだ？とりあえず今手元に持っとる分で、肉球のドアプレート、オリエンタルなローテーブル、カゴ台車、島とネリコ。島とネリコなんか変えれるん？え、見たいんだけど。囲いの色？あ、なるほどね。そういう感じ。囲いの色を変えれる。ホワイトいいな。え、今グリーン。グレー。今グリーンか。レッドもいいな。てかめっちゃリアルよね、これ。レッドいいな。でもイエローもいいなと思うよね。このレッド、ホワイト、イエローあたりめっちゃいい。レッドにしよっかな。レッドで。オッケー。もうこの場ですぐ仕上げてくれる感じ？一丁上がり。早っ。素晴らしいね。いい感じだろ？また何かあったら持ってこいよな。じゃあね、じゃあね。はい、してください。エレガントなチェアは？これこの間ね、仕事帰りに島で買って帰ったやつ。ゴールド、シルバー、ブラウン。今ホワイトなんよね。ピンクかわいいな。ボタニカル。そう、なんかこの座る部分のね、柄というかあれが気に入らんかったよね、ちょっと。ホワイトストライプちょっと可愛くない？ゴールドダイヤ、ダマスクレッ
ダマスクレッド、あとるね。ダマスクブラック、ブルーローズ、ブルーローズかわいいな。ピンクローズ。待って、ブルーローズでさ、ホワイト言ったらめっちゃ可愛くない？え、でもこれでピンクローズ、あー可愛い。え、これにする、これにする、これにする。はい、これで、OK。一丁上がり。いいね、いいね。これ自分ではできんリメイクをやってくれよんよね。よね。他に私が手元に持ってるので、良さげなのは。カゴ台車、カゴ台車、オリエンタルなローテーブル。いやー、別にいいかな。カゴ台車。このマークがついてるやつがここでしかできんやつってことかな。今イエロー？これもね、仕事帰りに買ったんよ。ホワイト、ブラック、ブラックかっこいいな。レッド、イエロー、グリーン、ブルー。シルバー。ブラックかな。オッケー。中の荷物の箱の柄とかは変えれんのやね。もう何回も惚れ直しよ、りょう、りさちゃんが。素晴らしいね、仕事っぷり。あ、どうも、お久しぶりです。おお、ええな。元気そうで何よりじゃ。して、このわしに何か用かの。いや、大丈夫です。それじゃあまた遊びに来るんじゃぞ。あの、なんか前のさ、謎のどんぐりのやつに関しては何もないんやね、コメントは。これはこれは、どうもエナさん、ようこそいらっしゃいました。ささ、どうぞ。ここの東西の珍しい品ばかりですよ。じっくり選んで決めてくださいね。これ確実に違うよね。こんなカラフルな布じゃなかったと思うよね。これは分からん。この2つだけか。これどっちかは本物ってこと？どっちかが必ず本物やとするならこれよね、本物。いやいや、お客さん、今日は美術品をお探しですか？見たことないんやけど。その勇ましい名が私の一押しなんですわ。なんといってもオーラが違いますからね。そんだけの名作がいくらやと思います？いやー、信じられへんやろな。ここだけの話、今ならたったの4980ベルなんですわ。どうです、お客さん。買っちゃいましょう。前借り。ではお代金の方を頂戴します。この島でいっぱいお金を使っていく。はいはい、確かに。これでもう勇ましい名が紛れもなくお客さんのもんですよ。この自分の島に来た時ってさ、結構選択肢があるけど、え、これってさ、売り寄る中の全てが偽物。のことはないよね。え？でもそれでね、全部が偽物なわけじゃなかったとしたら、ここの島では二択なわけやろ。めちゃくちゃわかりやすいよね。まあ、両方知らんかったらあれやけど。え、でも合っとると思うよな、多分。いらっしゃい、ゆっくり見てってくれよ。特に色味がな。ヒョウ柄タウンリュック。あ、かわいい。ゼブラのショルダーバッグめっちゃかわいいやん。欲しい欲しい。はい、買います。いいいい。今のこの服にはどうかな。ガラガラで合わんか。毎度あり。いや、いいです。今ね、アウターがチェックやけんね。ちょ、うるさくなりそうな感じするよね。ゼブラのショルダーバッグ。いやでもショルダーバッグ自体はめちゃくちゃ可愛い。いや、これでいこう、ガラガラで。瞑想中かな。私ローランのさ、あれ持ってなかったっけ。ほらほらほら、ローランの引き換え券持っとんよね。休憩中。どうもどうも、ごめんね、立たせて。どうもどうも、改めてご挨拶。私ローランと申すですか。ここでお店出してるです。床にシクラグを売るお仕事。さらに不思議な壁紙、床もあるです。使ってみればびっくりドッキリ。あなたは何か買うですか。買いたいなと思ってます。え、あれは、え、使えんのやっけ。使
えんのやっけ。まあ別にいいんやけどね、現金でも。茶色いウッドデッキのラグ、スカルのラグ、ライトウッドなフロアシート。いやでもなんか微妙やな。でもこの中でやったらブルーのモロッカンな塗り壁かな。ブルーのモロッカンな塗り壁は3600ベルですけども、いいか。いいです。では代金いただくです。どうぞどうぞ。あれが使えるのはここにある商品じゃないんかな。あんたが喜ぶと心と懐が温まる私懐もね。買うか他にも。いや、いいです。次もあんた買ってほしい。また今度。いいかもっすな、私は。そういうことっすよね。よしよし。いつも思うけど、この ATM 似つかわしくないよね、風景に。どうも。あら、いらっしゃい。ゆっくりしていってね。もうすっかり奥さんのような立ち位置に。やあ、アイナさん。また遊びに来てくれて嬉しいよ。撮影スタジオなら今空いてるから、好きに使ってくれていいからね。了解です。ありがとうございます。まあでも大丈夫です。全然大丈夫です。はい。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことはじゃない。ってことで、今日は、初めてやったよね。海蔵くんにリメイクしてもらうの。初めてのリメイクと、まあ、気ままにお買い物を。ゼブラ柄のショルダーバッグめっちゃ気に入ったんやけど、可愛くない？可愛いよね。現実にあっても可愛いと思う。